おはようございます。おはようございます。宮崎 Day 2、はい、始まりました。はい、なんかホテルで寝れる？めっちゃ寝れますよ。そう、最高です。寝つき悪いんだよね。めっちゃ言ってますよね、それ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。行きますか。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。これマジで運転します。マジで大丈夫。後ろドア開いてますね。ハリハリ。じゃあお願いします。はい。浩平くんの運転最高です。はい。今日はなんと、紫スポーツ九州エリアになるのかな。はい。多分の超プライベートレッスンに出ます。おお。以前ね、あの湘南でもやったんですけど。はいはいはい。今回この九州エリアにということで、ともさんと一緒にね、参加させていただくんですけども。そういうことなんですね。そうなんですよ。波もあるみたいなんで。はいはいはい。最高じゃないですか。最高っすよ。とりあえずポイントの方にね、行ってみたいと思います。わかりました。チャンスがあったらね、一緒にサーフィンなんかできたらいいなって思ってるね。僕もそのレッスンをちょっと、どんなレッスンをするのかちょっと旗から聞いてます。ああ、いいじゃないですか。でも俺だけじゃないからさ、今日。はい。トモさんはもちろんですけど。トモさんのレッスンとかどうなの？気になるしね。いや、多分超やばいと思うよ。はい。だって本当に関東エリアのキッズとかみんなトモさんに見てもらったりしてるから。はいはいはい。すごいと思いますよ。気になるし。うん、あとこの関とかさ。おお、はいはいはい。よく来るんで、はい、波の教え方とかやっぱやばいから、はい、そういうのをね、まあ、見ながら僕的なね観点でもお話ししつつ、自分も吸収できるものは吸収していきたいなっていうふうに思ってますね。なるほど。はい、ってことでいきますか。はい、お願いします。お願いします。本日はミートザライダーズキャンペーンをまずお集まりいただきありがとうございます。波はすごくいいコンディションなので、一応怪我がないように思いっきり波乗りして、なんか聞きたいこととかあれば質問とかしても答えるのでよろしくお願いします。おはようございます。久米浩平です。今日は本当にトモさん言うように波がいいので、まあ、皆さんのライン乗りとか見させていただいて、何か一つでも、はい、アドバイスで持って帰っていただいて上達につながればいいなというふうに思ってますので、今日よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。皆さん、普段練習されてると思うんですけど、その成果を発揮してほしいなと思います。でプラス、まあ、練習のようにやってほしいなっていうのが一番。まあ、波も出がなくてパワーもあるので、ちょっと難しいところとかもあると思うんですけど、何でも何でも聞いてもらえればよろしくお願いします。おはようございます。高橋修平です。波も良さそうなので一日サーフィン楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。日南でいつも活動してますツッチーと言います。で僕も一緒に入りますんで、またちょっとアドバイスしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回ですね、オーラというところ素晴らしいポイントでサーフィンできているのも、地元の日南サーフィン連盟のご協力のもとと、ライダーの皆様も来てくれているということもありますので、ルールとマナー守って楽しく安全に今日一日できればなと思いますので、今日一日よろしくお願いします。宮崎亭の下島と申します。今日はよろしくお願いします。で怪我のないようにだけっていうところと、まあ、あと先ほど説明もありましたけど、まあ、本来ここの場所はこういう企画ができるようなちょっとポイントじゃないんですけど、一応地元の、フリーダンサーフボードの川端隆一さんが相当ご尽力していただいて、まあ、今回こういう企画が成立しました。であとは、まあ、いろいろプロと話をして吸収していただいて、本日はよろしくお願いします。お願いします。いきまーす。はい、チーズ。すごいじゃないですか。これ贅沢っすね。はい、すごいっすね。すごいイベントっすね。はい、すごいっすね。やばいっすね。贅沢どころじゃないっすね。やばい。
後ろ側に乗ってサーフボードをコントロールしているように見受けられるので、今日は波にパワーがあるので、前足側ボードをもうちょっと踏み込んでロールターン意識した方がサーフのドライブすると思います。結構後ろ気味に乗っかっているので、ボードが上がってしまっているように見られます。ゼッケンブルーの海地くん、今、吉岡プロとも話してたんですけども、ボトムターンの姿勢が結構高いので、ボトムターンの時にもう少し膝かかめてボードを引きつけるイメージでトップの方に持ってってみてください。トップに上がっていった時に膝の方残りがないのでトップアクションが弱くなってしまうので、ボトムターンの時にもう少し膝をかがめて伸ばしていくイメージ、ボードを引きつけていくイメージでターンしてみてください。ゼッケングリーンのミツさん、ミツさん聞こえますか？ミツさん、ちょっと走りすぎてで波が厚くなったセクションでパンピングしてしまうことが多いので、今日のこのポイントですと、走りすぎてしまうと波のその肩がなくなってしまうんで、パンピングしてつなぐというよりかはパワーゾーンに戻っていく、スープの方に戻っていきながらターンするイメージしてみてください。そしたらトップアクションからのつなぎが良くなると思います。スープに戻るイメージでお願いします。はい、トップから降りるときにいつものリズムじゃなくて、ちょっとワンテンポもっとこう岸に向けてあげると、そうすると波をこう縦に使える、そうすると波のこうパワーゾーンがまた見えてくる時がもっと増えるので、波の盛り上がりの方が速かったから強かったので、行きたなって思うぐらいクッチ開いて波のこのトップを右に向かって向かって全部向かないと遅れちゃう。普段のビーチブレイクの結局エンドセクションと同じような感じになるので、そこでこっちに終わるんじゃなくて、まあ、こっちまた戻すっていうのをやっていく。立ってからあどうしようどうしようってなると一番いいこのピンスポットを逃しちゃうから、立つ時にはもうこの波はこう行こうと。お疲れ様です。どうでしたかレッスン、結構ためになりました。はい、前々日に見てたんで、はい、YouTube をちょっと、はい、あれでイメージでやってきたんですけど、確かにあれ要はあれと同じっすもんね。まあ、結構この体幹の近くの部位から引っ張っていった方がいいですね。皆さん割と手とかからバーっていっちゃうと重心がの力がこう逃げちゃうんですよ。逃げちゃうんで、基本はもう体幹まっすぐドンって、はすげえにトレーニングやられてますよ、絶対。なんでそこの体幹近くの部位から肩甲骨あたりからグッて持っていくと重心ぶれずにグッて決めれたりとかするんで、それでこうレールを入れていくっていうのが一番いい。いきますか。入るんですね。やります。これはやりたいですよね、この波は。
チャンネル久米ブローズはご覧のスポンサーの提供でお送りしております。ありがとうございました。ありがとうございます。さあということで、今ねミートザライダーズキャンペーン、はいはい、こちらのねイベントが終了して、まあ、今回ねこのイベントに参加するという目的もありつつ、はい、宮崎の方にお邪魔してるんですけども、まあ、このイベントじゃあどこがやってるのっていうふうにもなりますよね。あ、見えましたね、こちら紫スポーツ、はい、宮崎青島店、うん、まあ、今回のイベント自体がね宮崎九州エリアのね、はいはい、ビッグイベントでしたね。いいイベントでしたね。いやこれはねマジでないよ、うん、なかなかねこういうイベントっていうのはないので、まあね、ぜひね紫スポーツ自体がいろんな商品を売ってるプラスしてそういったねファンミーティングだったりだとかイベントっていうのも充実してるというのがいいところですよね。はい、で今回この、ね、僕もね以前遊びに来ましたが、来ました、ね、この紫スポーツ宮崎青島店の一番のメリットと言ってもいいのが、はい、手ぶらでサーフィンに来れる、これですよ。つまり、はい、サブスクリプションサーフボードステーションこれがね、なるほど。で前回来た時はサブスクのサーフボード自体がもう全部新品だったんですけど、そうですね、そこから今どういったサーフボードがこの宮崎エリアで人気なのか、はい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 、そういうのをサーフさんに聞いていきたいなというふうに思います。おー、いいですね。今日ね俺何のって思ったのが、はいはいはい、やっぱねエリアによってニーズが違うと思うんですよサーフボード、うん、だからそのね一番いいサーフボードってどれなのって気になると思うので、はい、ちょっと聞いていきたいと思います。まずこっちはね購入できるサーフボード新品、量がやばいですね。今だと超最新フェブズフィッシュもありますから。で僕のねレイズシリアトライヘリックス、シリアトライトイ JP3 バチン並んでたりするんですけど、揃ってる。ただまあここじゃないよねっていうところで、はいはいはい、こっちのねサーフボードステーションちょっとねスタッフの方にね聞きましょうよ。おいいですね、聞きましょうよということでね、ちょっと皆さんにね出ていただきたいなっていうふうに思いますね。オールモザイクでいきます。寺田店長はね今回はサブ中のサブなんで寺さんサブ中のサブ、はい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 、店長さんですけどもサブ中のサブということでサーフボードのスペシャリストの、ね、佐藤さんにね、はい、今日はお伺いしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ今回はい、2回目、はい、僕はね遊びに来させていただいてるんですけども、はい、この宮崎エリアでこのサーフボードめちゃくちゃいいよっていう、はい、ぜひ借りてほしいっていうサーフボードどのボードになるんですか。はい、何種類か上げさせてもらって。あ、いいですね、はい、教えてください。話題性だと最近はここ、はい、パーティープラッター、おー、はい、へーが結構気にされる。いいですね、はい、メイヘムの最新作。そうですね、はい、あ、クワッドで、うん、そうです、うん、の問い合わせも非常に多く。あ、そうなんですね、はい、なんかイメージ的に宮崎イコールパキパキのショートボードでもうバッチバチ当てていくっていうわけでもないんですか。そうですね、はい、そのパターンもあるんですけど、はい、まあ話題性っていうところ。なるほど、まあ、すごい人気です。最新作のサーフボードも乗れるというのがこのサーフボードステーションの凄さですからね、うん、はい、型落ちじゃないっていうね。いや本当にやばいですね、うん、さらにあるんですか。そうですね、はい、あとは、まあ、カーボンはもう確かに、はいはいはい、JS のカーボン中大人気、乗りたいっていう方が非常に、なるほどなるほど、はい、非常にいいっていう、はい、オールラインナップしてますからね、はい、そうですね。うわっ来ました。桜みたいになっちゃいました。いやもっと言ってほしいこれですよ。いや、やっぱりありがとうございます。乗れるんですか。もちろん。おお、ここはみんな今非常に、はい、乗っていただき気になってて。そうなんですね、はい、乗る方も非常に多いです。あ、本当ですか。はい、まあ、実際僕のレイズっていうのはね、まあ、見ていただいての通り、はい、ノーズが結構シャープになってるので、うんうん、まあ、リーフブレイクだったりビーチブレイクだったりパワーのあるコンディションでも乗れるよっていう風に作ったボードなので、うん、まあ、ありがとうございます、触れていただいて。とんでもないです。でもね、これも乗れるということになってますね。はい、あとですね、はい、地域柄ちょっと青島エリアっていうのが、はい、何が少し小さいスモールコンディションが多いんで。おー、なるほど、うん、はい、やっぱりちょっとミッドレングスだとか、はい、ちょっとデカめのツインを借りられる方が非常に多くて、はい、これいい。フリーダムサーフボードの RK シェイプ、はい、を
これツインですね。ツイン仕様なんだ。でこの辺がフリーダムなんですけど、はい、ここを非常に手に取られる方が確かに。もうぶっちゃけワックスのこの乗り具合とかでどれだけ使用されてるかっていうのが分かりますよね、うんうんうん、でもこの青島エリアだとこういったミッドレングスとかがフィットしてくるんじゃないかっていう、はい、そうですね、いいですね、相性バッチリね。なるほど、はい、レベル的には上級者の方から、はい、もう今回初めてもう青島でサーフィンデビューしたいっていう人にもバッチリ乗れると。もちろんです。なるほど、ちょっと気になるのが、はい、この後ろのロングボードの数、ロングボードもレンタルしてるんですか？そうです。結構乗られてないですか皆さん？非常に人気があります、はい、例えば前のエリア、はいはい、ポイントでやるってなったらこういったロングとかミッドレングスがマッチしてくる。そうですね、どちらかというとパフォーマンスのショートボードっていうよりかは少しボリュームのある板が、なるほど、マッチしますので、いろんなねラインナップがある宮崎青島店なんですけど、はい、僕がちょっとマジで聞きたいのがもう佐藤さんの、はい、一押しこのボード、はい、今乗ってもらいたいっていうボード、はい、1個皆さんにぜひねお伝えしていただきたいです、はい、知りたい、はい、青島エリアにしましょうか、はい、青島エリアで、はい、これを乗ったらサーフィン楽しめるよっていう一本、なるほど、はい、それを借りていただきたいですね。これはこちらになります。おハッピータイガーファイゼル、いいっすね、はい、どういった乗り心地なんですか？そうですね、テイクオフも非常に速くて、はい、ちょっとこうスモールコンディションでも相性が非常にいいっていうところと、はい、さらにツインスタビで乗っていただくと、なるほど、回転性もすごい良くて、はい、パフォーマンスも出せるんで、なるほど、幅広いサーファーの方にすごいマッチすると思います。寺田さんじゃなくてよかった、はい、っしゃ、寺田店長じゃなくてよかった、交代ですね。来た、ちょっと交代で、あのすごくいいですね、サーフボード、ハッピータイガー最高です。ちょっと取ってつけたみたいにやめてください。でもねこのボード確かにあのおっしゃるようにいろんなサーファーのレベルの方にマッチするボードになると思いますので、うんうん、ぜひね青島に来て乗っていただきたいなというふうに思います。もう本当に手ぶらで来て、そうですね、ボードを借りてサーフィン行けるってことですよね。はい、なるほど、はい、まあ、ここから冬のシーズンでもサーフィンは可能なんですか？この大丈夫です。ぜひね皆さんね宮崎に来て青島店でサーフボードを借りていろんな板を借りてプラスして購入もすぐできると。そうです、はい、大体置いてあるボードは実際に売り場にも、はい、販売しております。販売しているということなのでね、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思います。はい、はい、今日はね佐藤さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。寺田さんじゃなくてよかった、店長じゃなくてよかった今日は。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあということでね、はい、はい、今ね、紫スポーツ宮崎青島店遊び行ってきたんですけども、はい、まあステイしてるところが、まあ、宮崎市内ということで、うん、まあ、市内にもね紫スポーツイオンモール宮崎店なのかな、はいはいはい、はい、っていうね店舗がありますので、ちょっとそっちの方も見に行きたいじゃないですか。いやこれなんですよ。そう、近いからさ、はい、どうせ泊まってるところから見に行きたいなっていうところで、ちょっとね寄り道がてらサクッと行っていきたいなっていうふうに思います。はいはいはい、まあ、僕の中では、はいはいはい、まあ、青島店は寺田店長、うん、はいはい、そして、はい、イオンモール宮崎店は、はい、堀原店長、はい、もう出てますけどね、はい、もう多分デイ1そしてデイ2のライディングにも、はい、サーフィンうますぎですね。うますぎ下島店長、しかもナイスガイっていうかもう本当に優しい。本当それね、はい、やっぱ寺田店長もしっかりですけど、はい、やっぱこのね宮崎エリアのスタッフの方たち、それこそね今日ねたくさんスタッフの方いらっしゃいましたけども、はい、サーフィン上手だし親身に教えてくれるっていうところでは、はい、もう本当皆さんキャラが立ってて僕も大好きなんですよ、うんうんうん、はい、ただねちょっと店長陣キャラ濃すぎるね。濃いですね。寺田さんのあの感じとか最高じゃない？はい、俺嬉しいんだよね、でもああいう風にやってくれると。本当ですね。そうそうそう、まあでもねせっかくだからね、あの見に行きましょうよ。はい、今からね向かっていきたいと思います。わかりました。まあ近いよね多分ね。近いっすね、サクッといけちゃうと思いますので、うん、はい、ということでね行ってみましょう。はい、はい、レッツゴー、レッツゴー。さあということでやってきました、はい、紫スポーツイオンモール宮崎店ということで、お久しぶりですね。はい、ご無沙汰してますね。入り口付近こちらね、じゃあセミバーン入ってるので、まあ、この辺のね、はい、内容だったりも
店長の下島店長に伺っていきたいなというふうに思います、はい、やっぱり今回のトリップでも相当お世話になってますのでね、はい、やっぱイオンモールだけあって、まあ、サーフのアイテムだけじゃなくてその他のものもめちゃくちゃ揃ってるので、うん、はい、やっぱ普通にお店としても楽しいですよね、遊びに来て。本当ですね、はい、ここねスタッフもドーン並んでおります。お、下島店長呼んで出ていただけますか。はい、だいたい下島店長でいいんですかね。いいんじゃないですか。さっき寺田店長結構ね、いやいや言ってましたけど、はい、いいですか、はい、ではボード、あ、もう使ってますよ、大丈夫です。あ、すいません、違うっすね、もう一回やったらもう今のところから使わせていただきますからね。ちょっと爪甘かったです、はい、では改めて紹介させていただきます、はい、下島店長です、はい、こんにちは、お願いします。よろしくお願いします。まあ、今回のねトリップでもすごくお世話になっているんですけども、正直サーフィンのうまさにバチクソビビってます。いやいや、僕もヒロトも。いやいや、で、やっぱり今回乗られていたサーフボードを紹介していただきたいなと思うんですけど、はいはい、こちらの店舗でも置いてるんですか。あります、あります。実際にちょっと教えてもらいましょう、はい、バチバチ乗ってましたからね。すごかったっすよ、あれマジですごかった、はい、これですね、はい、こちら、はいはい、一応これが、フリーダムサーフボートの、はい、翔平シェイプ、はいはいはい、川端隆一さんのボードもありますけど、はい、息子さんの翔平が削っている板ですね、はい、でそれの220っていうモデルなんですけど、はい、あそこの宮崎の海沿い の220号線、はいはいはい、まあそこのポイントをもう、はい、制覇できる板というところで、半端じゃないいいネーミングとちゃんとコンセプトに合ったボードって感じなんですね。はい、リーフでも、はい、まあ、ビーチでも、一応今うちのやつは、まあ、はい、スカッシュテールで、はい、僕は一応ラウンドで、はい、あ、そうなんですね、はい、普通にカスタムオーダーもできるんですか。できるです、できます、できます。じゃあこちらのお店に来て、はい、下島店長みたいなちょっとラウンドテールがしたいって言ってもできるっていう、はい、できますね。サイズ、長さとか幅と厚みも全部選べるっていう感じ、はい、選べます。そうなんです。もう僕がオーダーしたのは、はい、翔平君にサーフィンを見てもらって、はい、もう全部任せました。なるほど、はい、もうじゃあ翔平君が全てもうサイズもバッチリ出してくれて、サーフィンに合うサーフボードを提供してくれる、はい、それはスキルじゃないわ。ライディングはサーフボードです。そうです、はい、そういうことだ。そんだけ乗れるボードを作ってもらったら。いやでもマジで僕もいろんなサーフボードとかいろんな波乗らせてもらうんですけど、はい、宮崎エリアにフィットするボードっていうのが本当にあるんだなっていうのを今日ね下島さん のサーフィンでだいぶ分からされたので、やっぱその地元でしっかりと波を知り尽くしている方のシェイプデザインっていうのはピカイチいいんだなっていう感じましたね、うんうん、多分今リプレイね何度も流れてると思うんですけど下島店長のいいですか、はい、すいません。いやあれはやっぱりなかなか乗れない波で、はい、しっかりとしたターンが描けるっていうのはもう本当にサーフボードのスキルもね、はい、あると思いますので、ぜひねお店に来た際のフリーダムサーフボード、はい、はいはい、もう何でも言ってください。ぜひねチェックしていただきたいのと、あとは RK、はい、RK、 はい、おお、ここら辺ですね。なるほど、これ先ほど青島でも、はいはいはい、サブスクですごく皆様愛用して乗られてるって言っていたよ、ツインの。なるほど、はい、ボードですね。めちゃめちゃ調子良くて、はい、一応まあ、うちのスタッフ、まあ、3人、4人、5人もフリーダム乗ってるんですよ、はい、そうなんですね、はい、走るし、うん、でやっぱり多少ちょっとこう、なんですか、しっかり重みがあるんで、はい、リーフとかでもベタッとこうブレずに、はい、なるほど、はい、板を走るんです、ね、じゃあそのビーチエリアっていうだけではなくて、はい、リーフから結構オールマイティに使えるよっていうようなサーフボード、はい、まあ、フリーダムサーフボード自体がねこの宮崎エリア全般で使えるっていう、ね、ところだと思いますので、うん、そうですね、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います、はい、まあ、サーフボードもねそれ以外にもね最新ボードだったりね、はい、並んでたりするので、お店に来ていただければ最新のボードからそしてフリーダムサーフボードもしっかりと揃ってますので見に来ていただきたいですね。はい、はい、いいですか、もう一個。あ、もちろんですよ。キッズボードはもうすげえ川端さんに全部削ってもらって、はい、ここもものすごく評判がある。
あ、なるほど、はい、それこそね、ずっと出てくれてるカンもね、ちっちゃい頃からずっとあのフリーダムサーフボードに乗って、あそこまでの技術にね伸び上がってるっていう、ね、ポテンシャルは半端じゃないから、はい、ぜひ、ね、チェックしていただきたいですね。そうですね、はい、お願いします。プラスして、入り口であった僕らもね着させていただいたジャーセミ、はいはいはい、ウェットスーツとか、はいはいはい、やっぱ宮崎エリアってあったかいイメージがあるじゃないですか、うん、でジャーセミとかだとやっぱ千葉とか湘南の真冬だとちょっときついかなっていうシチュエーションもあると思うんですけど、こっちだったらいけちゃうんですか？いや、全然いけます。その辺の商品もあります。せっかくなんで、はい、ちょっと紹介していただきましょう。はい、で結構バチンとねウェットスーツのラインナップだったり、あとサーフアクセサリー、はい、おー並んでるので、はい、まあ、本当にサーフボードをねゲットして、まあ、そのままサーフィンに行くよっていう時は全てあるんですよね。バッチリですね、はい、さあそしてこれからの時期、おー、はい、こちらもうここら辺ですね、はい、ジャーセミ、はい、オール3ミリの、はい、あの裏肝が入ってるモデルなんですけど、はい、もうじゃあこっちだったら冬シーズン通していけるよみたいな感じなんですけど、います、います。おー、今年は店置きでもうオール3ミリがラインナップあるので、はい、あのここで試着して、はい、まあ、サイズが合えばこのままボディもできるし、まあ、もちろんオーダーもできる、あ、オーダーもできる、はい、背格好が低くてがっちりしてるよとか、はい、身長高いけどスラッとしてるよって方はオーダーもできると、うん、そんなねジャーセミのラインナップも揃ってます。僕ねこのウェットスーツはあの関東エリアよりもこっちのねあったかい宮崎とかのエリアの方が使えるシーズン長くなるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、うんうん、逆にこの一着を持ってたら長く使えるよっていう。寒いと海入れないけど暑い分には入ってられますから、はいはいはい、今時期くらいからずっと冬越して春先まで使えるみたいな。あとあれですね、下取り保証、あ、そうです、購入していただいて下取り保証を出すと、はい、来年ねさらにお買い得に買えるっていう、ね、システムもこちらの店舗でも入ってるということで、はい、ぜひチェックしていただきたいですね。いや、そうですね、はい、青島もそうなんですけども、こっちのねイオンモール宮崎店もサーフアイテムっていうのめちゃくちゃ揃ってますので、はい、ぜひ、はい、遊びに来ていただきたいですね。そして、うん、何かわからないことがあればもう下島店長にね、はい、言っていただければ全て、ね、教えていただけると思いますので、はい、はい、乗れないとアドバイスもできないじゃないですか、はい、だから逆にすごく僕は説得力も乗るし、うん、僕自身もすごくねサーフィンとかポイントの話とか波のコンディションとかも教えていただいたので、アイテムだけじゃなくて宮崎のこのエリアの選び方だったり入り方っていうのを、ね、教えていただけると思いますので、はい、気になる方は遊びに来てみてください。はい、はい、お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しくてさ、やっぱバディじゃん。いや、もうこっちはもう7、8回ぐらいもう飛行機乗りすぎて、もう頭おかしくなりそうで。あの、すっげえ掘れてて、超エア、もうなんかウェーブ、ガチウェーブプールみたいになってさ、テキサスかなーなんて思っちゃって。絶対優しそう。いや、じゃあとりあえず俺らはまあ、だから今からして、はい、チェックインして、で、ゆっくりしてるわ。OK、OK。はい、チョビ。はい。